皆さんこんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回話がちょっとややこしいのは、撮ってるのはボンド東京なんですよね。フルス、はいはい、あ、そうか、フルス、はい、でカスタマイズを担当させていただいたのは、はい、現名古屋店店長の飯村さんということで、はい、ちょっと話はややこしいんですけれども、そうですね、ご紹介させていただきたいと思います、はい、まずいいですか、はい、今回この2台紹介するじゃないですか、はい、あ、2台ね、まずね、はい、柄が悪い柄めちゃいいじゃんね。あの、今日東京店来て、こう入ってきた瞬間に、はい、この2台がボーンと回して、もう柄が悪いなっていうただあの全然こう違うというか、はい、あの見た目と違うんですよね。違います。それを今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、で今回オーナー様お乗り換えということで、そうです、こっちのベンテーガからこっちのガリナに乗る、なんでこちらの車をメインでご紹介させていただいて、はい、まあ、このつながりがありますので、はい、こっちも今回紹介していいってことなんで、はい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず、はい、毎回オーナー様について触れてるじゃないですか、はい、で今回バッチリ触れていいんですよ。今回は何言ってもいいよって言われてるんです、はい、了承いただいてます、はい、まあ、コメント欄も若干荒れそうですけれどもいや多分だそんなことないと思う、うん、オーナー様のお言葉に甘えて好き勝手をお届けしたいと思います、はい、でまずオーナー様、はい、あの僕も調べました、はい、あの正直先に言っておきますね、僕そんなにこのその業界に、はいはいはい、詳しくないです、はいはい、むしろだいぶ疎いです、はい、ただあの僕でも名前が聞いたことあるぐらい、はい、有名なアパレルブランドの、はい、まあ、代表の方ということで、はい、それがいつも飯村さんが着てる、そうです、そうです、ゴッドセレクション、はい、トリプル X の宮崎さんということで、はい、そうです。これ出しちゃっていいんですか。出しちゃっていい名前も出していい。でもその界隈だとめちゃくちゃ有名なんです、ま、ナンバーも出してる確かに今回ナンバーも出してます、はい、あのジャンル分けしていいのかどうかわからないですけど、うん、ストリートファッション的な感じの、そうね、どちらかといったらカテゴリーになるんですね、はい、で結構というかだいぶ有名ですよね。そう、若いのにあのすごくこう成功されている、はい、がっかりなんじゃないですか、はい、確か30代30前半です。ですよね、はい、でロールスロイスのカリナということで、はい、結構びっくりしたんですけど、はい、なんかいろいろこうファッション業界の流れと、うん、このロールスロイスの流れをいろいろ復習し直したら、なんかこうめちゃくちゃつながってるなっていうのを僕勝手に今回思ったんですよ。ほう。っていうのは今回ご紹介させていただくのがこのカリナ、はい、ブラックバッジじゃないですか。はい、ブラックバッジです。ブラックバッジって、はい、なんかその若い層を取り込むためのブランディングなんですよね、はい、ブラックバッジ。で今までってロールスロイスって、うん、まあ、言ったら50代60代70代、うん、まあ、入るか分かんないですけど、うん、そのぐらい上の年齢層に向けた、まあ、超高級車でずっとやってきたわけじゃないですか、はい、それが、まあ、最近というか、まあ、ここ数年、うん、まあ、若いその20代30代40代で、うん、まあ、成功された方にも、まあ、ロールスロイス乗りやすいようにってことで、うん、まあ、ブラックバッジシリーズが出てきて、そうです、まあ、それがめちゃくちゃヒットして、はい、ここ最近のロールスのこの販売台数ってえぐいんですよ。あー、みたいね、うん、右肩上がり、うん、なんか去年だか一昨年でなんか5500台ぐらい、へー、それもなんか前年比ものすごい比率でアップしてるらしいです、まあ、言ってもそれでもまあ5000台ぐらいなんで非常に貴重な車ですけど、それとなんかそのアパレルブランドがすごいこうリンクしたんですよ僕。なるほど。全くわかんないですよ。全くわからないですっていうのはあの今回前開けた部分がありますけど、はい、アパレルブランドもそういう流れありません？あー、なるほどね、はいはい、なんかビトンだったりだとか、はい、ディオールだったりだとか、はい、ブーチなんかも、うん、昔も僕らがそれこそ高校生とかそれこそ車でこういろいろやってた時代って、うん、なんかブランドもんってなんかこうそんな感じじゃなかったですか、うん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 、ちょっと年齢層高めで、はいはいはい、まあ、もちろんその背伸びして、うん、まあ、お財布だったりバッグとかって買う方いらっしゃいましたけど、うん、今ほどなんか若者がなんか当たり前にこうストリートというか、そうね、そうね、っていう感じじゃなかったじゃないですか、はいはいはい、で今となっては本当になんかビトンのなんかこう T シャツとかパーカーとか昔ってそんなのあったかもしれないですけど、多分メインのブランドというかそのアイテムじゃなかった、うん、そうね、そうね、それがなんかもうすっかりこう市民権が生きてたという、そんな感じしません？確かに。だからこれ例えば、まあ、車ないですけど、うん、20年前にこれ紹介したら、うん、全然イメージが当たったんですよ。あ、アパレルブランドの社長がロールスロイス、うん、乗り回してって多分言われたと思うんですよ多分ですよ。それがなんかこうスッと受け入れられて、はい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 、はい、すごいいい感じだと、はいはい、めちゃくちゃかっこいいですね。あ、どっちかというとかっこいいですねよりかもなんかこうすごいとか、うん、なんかちょっとこうなんですか、すごいこう
圧が強いことっていう風に捉えられてたのが、なんかアパレル業界も確かにそうかもね、なんかすごいそれがつながったのと、でいろいろできるこのロールスロイスですから、はいろいろやるわけじゃないですか、はい、これがまあすごいということです。そうですね。で今回ブラックバッジで各部黒いんですけど、はい、まず車が本当に真っ黒ですねそうなの、飯村さんご紹介させていただく車で、はい、ソリッド率高いんですけど、これソリッドですよね。ソリッドブラックです、はい、あの世間一般だとそんなにソリッド見ない気がするんですよ。そうね、やっぱりどうしてもこう手入れがですよね、ネックになってきたりとか、もう洗車するたびに傷がついてしまうとかね、販売側としてもやっぱりどうしてもこうメタリックが入っているものを勧めがちなんじゃないかなと。そうですよね、後々のことも考えて、うん、もうメタリックとかパールとか、うん、もうその辺を進めてることも多分ケースとして多いですよね、うんうん、それが今回真っ黒ということで、はい、やばいですねこいつ。ソリッドブラックです。もうなんかこう濡れたようなツヤ、そうそうそう、だから本当そのソリッドブラックってこう、そう濡れたようなツヤ、本当なんかね濡れた感というかこうぬるっと感がもうメタリックにはやっぱ表現できないあの綺麗さっていうかね、雰囲気がすごいあるな。これをだからもう30代で選ぶっていう時点でもうただものじゃないなと思ったんですよ、はい、で今回こちらの真っ黒黒のカリナに入れたホイールがこちらです、はい、AL13、はい、去年一緒に工場も行かせていただきました、はい、そして今回僕清掃もしております。あ、そういう清掃だったのね。そうです。あ、なるほど、はいはい、そのホイールを入れるということで、はい、ここもだからすごいなと思ったんですよ。はいはいはい、はい、なんかもう最新のアメタンブランドの先頭を切って走ってるホイールをそのまま車に入れるということ、はい、なかなかだからそういう車業界の外の方というか、うん、車業界じゃない方がそれをこう車に入れてくる、はい、でおそらく飯村さんの意見も入りつつ、はい、まあ、宮崎さんの意見も入ってるわけですね、うんうん、そうだから僕がとりあえずそのカリナン買いました、なんかやりたいですみたいな、でこんなのどうこんなのどうこんなのどうみたいな感じで、まあ、何パターンか出してその中から本人と一緒に決めてっていう感じで、今回は C00109R の3ピースの24インチ、今回、まあ、3ピースで、はい、ステップリップでアメリカで今までやったのはリバースリムのものばっかりだったんで、今回はステップに落とし込んでセンターディスクを、まあ、サテンブラック、アウターリムグロスブラックっていうよくあるパターンではなくてオールグロスブラックなんで、はい、いやもうねホイールコーティング必須みたいな。そうっすよね、うん、なんかボディ以上に気を使うなと思って。そう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 、ただこの塊感というかぬるっとした感じが半端ない、うん、半端ない半端ないね。そして飯村さんの先ほどの話もちょっと出てきましたけど、はい、ステップっていうところがポイントなんですね。そうです、だ今回そのリムを一つこう落とし込む、はい、ここの段があるやつですよね、はい、だこれ詳しくない方はちょっと何のこっちゃなんですけど、うんうん、リムもだから2種類あってこう、うん、表側によく使われるこの段付きのやつと、うん、あと裏側でよく使われるそのリバースリム、うん、2種類あって、まあ、ここで、まあ、ディスクのインチが少し小さくなったりとか、そうそうそう、あとはここでちょっとこうニュアンスが変えられるんで、そう、まあ、センターディスクが今回こういうデザインなんでできるだけ立体感を出したかったのがあって、はい、でステップリップで立体的に見せて、まあ、ディスクは1インチちっちゃくなっちゃうけどこの仕様が、まあ、作ったこともなかったしアメリカで、ね、いいかなと思ってより立体感を出すステップリップという形です。だからディッシュのホイールってなんかこう面白みに欠けるかなっていう気もしなくもないじゃないですか、うん、立体感としては出しづらいんで、そうね、けどこのステップを変えたりすることによっていろいろ遊べるという、そうそう、もう全然雰囲気がもうリバースとステップで変わってきちゃうんでこういうのはいいかなと。でここ本当に 1,2 年このカリナンとか、まあ、SUV 系にこうディッシュのホイール、うん、まあ、メルセデスも純正でこうそうね、今出してきてます、はい、だから非常に、まあ、注目度の高いディッシュなんですけどそれもなんか先をさらにいってるなっていう感じが、はいはい、これをだからもうアパレルブランドの先頭走ってる人が車でもなんかこう先頭走ってる感、うんうん、これがやばいなと思って、うんうん、そしてセンターキャップはこれロールス、はい、純正移植できるようなフローティングのキャップになってます。でここがロールスの部品でこっちは L30 の部品なんですね。そうそうそうなんですよね。そう、周りのリングは AL13 から送られてきてセンターの、フローティングの部分だけ純正移植
というわけでこれが、はい、まあ、要は回らないタイプというか、そう、ずっとこっち下向いてるタイプなんで、うん、まあ、走っても皆さんご存知ですよね。で周りのそのリングの部分もメッキが残ってるんで、それを黒くしようかみたいなのもあったんですが、はい、ここね、そこまでやっちゃうとちょっとのっぺらぼうになっちゃうかなと。あ、うん、センターディスクのなんか雰囲気がまた変わってきちゃうんで、はい、そこは残しでいいかなという形であえてそのままにしてあります。これだからもう知らない人が見たらもうなんだかわかんない。なんだかわかんないよね。本当。マッタエラのホイールで、うん、けどセンターキャップはロールスで。そう。ロールス今純正ですね。そのぐらいインパクトが。でこれあれなんですよね、今回はロールスのセンターキャップ使ってますけど、はい、これ A13 のオリジナルのキャップもあるんですよね。やれます、うん、なんでそのロールスロイス以外とかね、違う車種につける場合はその A13 のロゴがつく感じで、それもフローティングタイプで、まあ、こうは要は回らないタイプができるという、はい、できます。本当にこの辺2023年、まあ、トレンドになってくるんじゃないかなっていう気はプンプンいたします、はいはい、そしてそれに組み合わせるタイヤはベルテスティーンの、はいはい、いつものこれも一択なんですよね、はい、もう一択です。サイズがないない、うんうん、そして車高も今回しっかりローダウンされているということで、はい、残りですか、指3本分ぐらい。そうですね、純正結構車高高いんですよね。純正めちゃくちゃ高い。そうなんですよね、うん、なんでその辺がしっかりローダウンされている、はい、ローダウンは何でしたか。IID のロアリングキット。あ、なるほど、はい、まあ、基準値ずらす部品で、まあ、ローダウンしている、はい、じゃあ車内 の上げ下げのスイッチもそのまま。もちろん使います。で飯村さん的にはもう少し下げたい。もう少し下げたい。 ASC を使ってモジュールで下げればもうちょっと下がるかな。るほど。でその辺なんかもいろいろやりようがある。はい。で ASC っていうのがそのいろいろスマホで設定できるやつですか。そうそうそう。で何キロ以上で現状復帰とか純正復帰とかもできるやつなんですか。うん、あと左右のバランスも調整できるんで、左右差をそこで埋めてあげたりとかもできます。なんで、まあ、カリナ乗ってる方で、まあ、車高だけちょっといじりたいなっていう方は、うん、ご相談いただければその辺もできるということで、うん、はい、でこれちなみにアクセスモードで全下げで今。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だアクセスモードってもう本当に車速1キロも入ればビュッて上がっちゃう。あ、そうなんですか。からロールスめちゃくちゃ速いんで、もう少し低い方が止まってる時はねいいかなと。なるほど、うん、そしてホイールの話にちょっと戻っちゃいますけど、はい、ホイールこれサイズがこだわりサイズなんですよね。サイズがやばい。いや久々に心臓止まるかと思った。もうオーダーなんで後戻りができない。できない。やり直しとか。そうで、しかも俺東京に、僕名古屋にいたわけじゃない、はい、僕名古屋にいて、はい、で東京店で作業してもらってるから現車が見えない。流行りのリモートっすか。リモートっていうかもう電話。そうだから、はい、なんかこうね、どうなのどうなのみたいな。確かに気持ち的に現場ですぐ見えれば、そう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 、はい、でもそれができるのがボンドグループなんです。いや本当に焦った、はい、この2人何言ってんだって話だったんですけど。これ普通に紅白24インチよりかも、はい、太いのが入ってるんですよ。太いの入ってます。で普通アメリカでも、まあ、結構政策例あると思いますけど、入れても 10J まで、はい、それがなんと今回限界突破の 10.5J が入ってる、はい、限界突破しました。普通入んないですよね。普通入んないです。で今回はいろいろ経緯があって、はいはい、まあ、なんとか入ったということで、はい、やっぱりその、まあ、理想 そのタイヤの寝方が、あ、まあ、もちろんそれぞれ人それぞれ考え方があると思うんで、でこのブレデステインのタイヤって割とこう立つ、はい、ショルダーがね、はい、立つタイヤなんで、ここが要はカグってなってるんですね。そうそう、ダンロップなんかだと結構こう寝たりだとか。そう、極端な話だと。だから、まあ、今回295入って、まあ、10J295 だと割とこう、まあ、ブーンって立つ、はい、立つ、はい、まあ、ちょっと雰囲気から言うとちょっとタイヤがかってるかなみたいな感じになってしまうんで、まあ、ハーフ J ホイールを太くしてあげることで少しだけこうタイヤが寝る感じになると、まあ、この感じ、はい、この角度の感じがベストかなということで10.5J 入れてますけど、おすすめしません。まあそういうこともできますよということで、はいはい、半 J ということは大体7ミリぐらいですかね、はい、だからこのディスクが少し出る分こうタイヤのサイドボールがこうなってるという。そうそうそう、
ただそれでもめちゃくちゃ重要ですよね。そうシュッとするっていうね、うん、もう本当にポルシェ純正じゃないけど体がボコってなってるのか、うん、まっすぐ立ってるのか、うん、少し寝てるのかで、うん、そうそうそう全然見た目も変わってくると、はい、だからタイヤがいくら選択肢がないって言っても、うん、その組み合わせるリムで、うんまあ、見た目が全然違ってくると、はい、で特にこう車高を詰めるとこうフェンダーとのこの距離感も近くなってくるんでそうなんですタイヤの寝具合が非常に重要だと、はいまあ、ここは妥協なくやっておきます、はいはい、そしてあのこれめちゃくちゃ分かりづらいんですけど、はい、この車コーチライン入ってるんですよ入ってますあの言われるまで気がつかなかったです、はいはい、これよく見ていただくとなんとこのコーチラインがこれプロテクション貼ってます貼ってませんあ貼ってないんですかはい貼ってませんいやそういうことなんて、はい、てっきり貼ってあるもんか貼ってません裸で乗るんですかはい裸です本当ですか、はい、正気ですか正気ですやばそしてこれもうカメラで多分映んないと思うんですけど映んないよねここに多分ねこれ同色ではないんですか同色ですあ同色なんですかはい筆目があるからちょっと違ってみるそう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 のコーチラインが入ってるというはい黒ボディに黒コーチラインっていうあのこれオーナーさんしかわからない街ですれ違って、うん、おコーチラインってならないですか、うんうん、けど入れるんですよそうこれは初らしいやっぱりあやっぱりそうなんですか、うん、えそれ日本ですかロールスで本社も含め世界的に初の試みという話でまあその、まあ、僕も着てるシークエルも彼がその手掛けてますけど、はいはいはいまあ、黒いフーディーに黒いロゴが入ってるからあなんでまあ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 えそれアパレルのコンセプト的にその黒がメインのカラーになってるんですかそうその中の年去年は黒が、はい、こう去年のシーズンは黒で行こうみたいな本当に時があってでその時に出せたものがそれめちゃくちゃかっこいいっすね黒いいわゆるパーカーに黒いロゴが入ってるへえまあまあそういうことをする方なんでまあやりますよね車にじゃあちゃんと自分のアパレルブランドのなんかコンセプトというか、うん、今のそのやってることと車のトレンドが全部あってリクシルっていうただ見えないですあのほとんど見えない、ね、全く分かんない確かに、はい、ほとんど見えない光の加減ではもう、うん、全く見えないぐらいだからそのなんかこうちょよく見ないと見えないところっていうのは結構僕らもほら好きじゃない確かに、うんはい、よく見ないと分からないんですよみたいな、はい、実はこうなってるそうそう実はこうなってるでコーチラインもいろいろ種類ありますけどこれのタイプはこの1本のタイプなんですね、はいはい、このタイプになってる、はい、でコーチラインはあの動画で撮らせていただくと、うん、あの特にボンドボディの動画なんですけど、うん、あの手書きですよはいはいはい、はいはいはい、最近のロールスマスキングなんですよねらしいねらしいね、うん、少なくともうちで板金の作業させていただいた個体に関しては、うん、全部マスキングの跡があるということで多分生産台数がかなり増えた関係じゃなかろうかなっていう確かに、はい、ただなんかそんなこうマスキングだからとかっていうのは、うん、ほぼ分かんないですよね、うん、分からない分からない全然、まあ、年間5000台5500台ぐらいかなその辺があるのかなとさあそして横に回ってきまして、はい、横も、はい、これあのただの狩りなんじゃないんですよはい違います、はい、まず気がつきました私はい、はい、どうぞスケスケですそうです正解これ貼らないというかあのプライバシーガラスにしたりとかスモーク貼ったりしないんですか、うん、しないです基本的にもうその彼の車は、はい、ソリッドブラックのボディカラーにクリアガラスっていうのがもう全部、はい、あそうなんですか今持ってる車もただそれこそ AMG GT ブラックシリーズもそうだし 76LT スパイダーもそうだしあ言っちゃっていいんですかいいのいいの全然いいなんで、はい全てクリアガラスっていうのが見えないっすね、そうもう基本でもなかなか狩りなんでスケスケガラスの方って、うん、見ないですよみんなまあやっぱりどうしてもね後ろはますよ、ねうん、そうじゃなくてもやっぱりこう目立つ方というか、はい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 、顔が広い方だと、はい、やっぱり分かりやすくなっちゃうじゃないですか、うん、いろんな方向から見えるんで、うんうんうんはい、にもかかわらず全部スケスケガラスというか、はい、まずここがポイントかな、はい、やっぱりこう横から見た時のその雰囲気がね分かりますどうしてもやっぱりしかも車内もこう光が入る、ね、窓ガラスも他の車に比べて大きいし分かりますこんなピラーのガラスあるね確かに面積でかいんで効いてますよねそうゲレンデ風に効いてるなとすごい効いてるもうかっこよさで言ったら貼ってないのかっこいい絶対かっこいいですやっぱりインテリアの紫外線とか、まあ、UV カットのガラスはありますけど、はいまあ、あとはそのプライバシーの問題だったり、はい、
まあ、あと許されるんだったらもう本当にフルスモだなっていう、はいはいはい、そうね、そうね、どっちかだね、これめちゃくちゃかっこいい、うん、でとにかくもう全部真っ黒なのと、はい、あと1点だけカスタマイズポイントとして、はい、ここがそうブラックバッジでもどうしてもドアハンドルとこのキーシリンダーの周り、あ、ここもなんすか、そうはメッキなのよ、はあ、絶対にこれ純正でもやってくれないんだ、やってくれないんだと思う、え、これドアハンドルは全部メッキです、メッキになるんですか、はい、じゃあ結構面積でかいですね、そうだ意外と目立つよね、こんだけ全部黒いのに、そうアウタードアハンドルだけがメッキっていうのはどうしても嫌なんで、確かにここはラッピングで黒くしてあります、まあ、ロフトスだと両開きだったりするんで、うん、まずこのパーツがくっついてるんででかいですしね、そう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 、ここは結構ポイントとして、ね、位置がねこことここじゃなくてここに、これどうなってるんですか、グロスのブラックですか、そうグロスのブラックでラッピングしてあります、めっちゃ質感いいですね、うん、なんかフィルムのなんか何ですかクオリティもめっちゃ上がってないですか、あそう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 、今回新しいフィルムでエクステリアとしては唯一ここだけは使わせていただいたと、はい、そして後ろ、はい、これ投資になるんですか、後ろの方太いんですか、オフセットだけ変えてサイズは一緒 10.5 です、これあの深すぎません、深いね深い、これもう ビップカーかっていうぐらい、そう 4.5 ぐらいありそうだね、はアウター、でしかもそれは今回もうできるだけ深く取れるように作ってあるんですよね、うん、そうセンターパッドの厚みを薄く取って、うそうセンターディスクが中に入るように、というわけで、まあ、太さに関しては一緒ということなんですけど、うん、リアの方がリムがついてるんで、はい、太く見えるというか、そう前後でねバランスで、はあ、本当にだから斜め後ろから見たらディスクが見えないぐらい、うん、そう見えないぐらい、だからこれがここんだけ深くなっちゃうとこれでリバースだとちょっとね、確かに雰囲気が変わっちゃうかなっていう、ちょっと筒っぽくなっちゃう、そう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 、ここがのぺっとしちゃいますから、ね、そう、はい、でセンターディスクまったいらじゃん、はい、だそうなってくるとなんかこうカクカクみたいな、確かに確かに、まあ、それもねもちろん好きな人はいるとは思うんですが、はい、僕としてはちょっとこう立体的に見せたいな、これディッシュ奥深いっすね意外と、はい、うん、なんかあのシュッシュってなってこうシャープなこう、ああもうコンケーブルの方がコンケーブルすりゃいいんでしょみたいなね、いろいろこうやりようがあるかなと思ったんですけど、うん、ディッシュはディッシュでめちゃ奥が深い、そうやっぱりそこの選択を一つ、まあ、変えることでホイールの見え方ってもう全く変わってきちゃうんで、ね、コンケーブのホイールってコンケーブしてるかしてないかだけじゃない、はい、どちらかしたら、はい、だけどこういう3ピースのホイールとかこうディッシュ系のホイールってどこに着地させるのかっていう、であとはやっぱりこうコンケーブのホイールと違ってリムが見えるんで、うん、このリムのこのこだわり方が結構効いてくるかな、うんうんうん、そうねそうね、なんでこの辺もいろいろやりようがあると思います、はい、お届けいただけと、はい、そしてあとはもう後ろも本当に全部真っ黒ということで、はい、全部真っ黒です、本当に真っ黒ですね、本当に真っ黒です、なんかテールランプがめちゃ目立っちゃうぐらい、そうそれがやばいっすね、そのだからテールランプっていうかこのさ何マーカーっていうかリフレクターっていうかマーカー、はい、がちょっと気になるよね、ここまで来ると、え、でもこれ塗るとなんか改造車感出ちゃいません、まあそうなんだよね、ここまでいじっといて、うん、そうなんだよね、うん、アメリカでも塗っちゃうじゃん、みんな塗りますね、そう、はい、アメリカオレンジロスもね、そう赤かリアは、うん、リアカなんで結構塗るの定番ですよね、うん、あ、確かにでも黒く塗ればアメリカっぽいって言えばアメリカっぽい、なくしちゃう感じもありかもしれないね、なるほど、うん、というわけでこんな感じでもう真っ黒の、はい、こちらのカリナンに、はい、ゴッドセレクション、はい、X の宮崎さんが乗られているということで、そうです、はい、こちらの車をご紹介させていただいたんですけれども、はい、今回もう一度あるんですよね、はい、それがこの乗り換え の、はい、この前に乗られてた車ということで、はいはい、こっちも真っ黒です、はい、あのこんなにキープコンセプトで方がいらっしゃいますいやね、なんかね、使用決めめちゃ早いんだよね、はあ、俺はこれ、そうそうそう、だ結構乗り換えても、うん、じゃあ今回はちょっと色違くしようとか、はい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 、インテリアのカラー違くしようとか、はい、あるじゃないですか、はい、これあのこっち紹介してなかったんですけど、はい、こインテリアとか も全部真っ黒なんですよ、そう全部真っ黒です、でこっちも全部真っ黒ってことで、はい、でちなみにカリナーも4座ベンテイガーも4座、あそういうことなんですか、これアームレストが倒れてるんじゃなくて、はい、4座です、4人乗りなんですね、はい、4人乗りです、これ なんでなんですか、どっちがいいかって言ったらやっぱ4人乗りの方が、はい、まあ、特別感はありますよね、そう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 、確かに確かに、でもこの車は別にあれかもしれないけど中古車市場でいうと5人乗りの方が人気なんだよね、あなんか後ろの乗られてる方はやっぱりこう、うん、
広い方がっていうんで、うんうんうん、5人乗りでっていう方が多いみたいですけど、いやーこれ四座かっこいいよね。これめちゃくちゃ贅沢っすね。そうで内装も真っ黒っす、うん、真っ黒です。だからこのクラスだからいろいろやりようあるわけじゃないですか、うん、ロールスロイスの刺繍も黒です。確かに。はい。でこれパネルはどうなってんですか。パネルはカーボン、あのブラックバッジなんで。ああそういうことか。はい。でビスポークオーディオもつけて黒とステンレスっていうかこうメッキというか、外装中も外もメッキステンレスがないから、うん、内装のこのメッキステンレスの質感がなんかすっごい目立ちますよね。そうなんかすごいゴージャスな感じ、うん、皆さんこの内装覚えていただけましたでしょうか、はい、ここから見つつ、はいはい、手が戻りましょう。次行きつつ、はいはい、いいですか。どうぞ。じゃあ真っ黒です。これでも本当かっこいいですね。ここまでブレないと。そうかっこいいよね。でベントレーマークもだって刺繍も真っ黒じゃないですか。はい真っ黒です。でこの乗り換えもかっこよくないですか。なんかベントレーからロールス。そうでしかもほぼ同じ仕様。そうなのこれは贅沢だな。贅沢だしなんかもうライフスタイルがかっこいい。そうずるい。そういやでもやっぱりそのアパレルブランドでこのおしゃれなものを発信する方って、うん、そういうところって重要だなと思うんですよね、うんうんうん、そうやっぱりそれはブランドのイメージでもあるしやっぱり見られてるのは絶対あるしそこはねすごく重要に本人も気にしてやられてるから。なるほど。こんな感じのでこれあの真っ黒のところばっかり言ってますけど、はい、ホイールもしっかり入ってるんですね。ホイールも入ってます、はいはい、こちらがスターテックの、はい、スターテックホイール、はい、23インチです、ね、これはもうじゃあこの車は新車で購入ですよね。そう新車で購入です。で全部オーダーですもんね、はい、その時につけた感じですか。その前この今後期じゃない、はい、ベンテーカーがで前期に乗られてたその前に。それもまさか真っ黒。真っ黒。すげえ。前期の黒い真っ黒のベンテーガに乗ってた時にスターテックのホイールを入れて、そうなんですか。そう。でそこから後期に乗り換えましたってなった時に、まあじゃあ付け替えましょうみたいな話で付け替えて。それもう似合わないわけないですよね。そうなん。同じ車ですから。そう。ということでこれだけ移植されてるんですけども、はい、でもその今回のこのごめんねスターテックのホイールも通常はツヤあり黒しかラインナップがないの。あ、そうなの。スターテックからはなんで今回パンツヤ黒で塗り直してセンターキャップも ST のセンターキャップしかつかないんだけど、はい、ベントレーのセンターキャップがつくようにして履いてる。わかんないもうわからない。あのもうどこを変えたのかわからないし何をしてるのかがわからないもう、はい、だからそのなんかスターテックのホイールをポンって入れたんじゃなくて、はい、やってるっていう。あのコーチラインぐらいわからない。わかりづらい。じゃあ最後になりますけども、はい、今回めちゃくちゃ勉強になったっす。そうですか。はい、はい、なんかこのキープコンセプトの重要さと、はい、なんか こだわりってすごい重要だなっていう、うんうんうん、でもう前にももしかしたら言ったかもしれないですけど、うん、これ誰もやってないっていうのと、はい、いうのは簡単ですけど、はい、それいろいろこうあんまりかっこよくないからやってないパターンと、パターンもね、そう、はい、真似できないからやってないパターン、いろいろあるじゃないですか、はい、でもそれがハマった時のこのかっこよさったらないなっていう、うんうんうん、であとはこの何ていうんですか、こう全部こうライフスタイルも含めた、はい、もうその人の身なりだったり、はい、お仕事だったり、はい、まあ、その住んでるお家だったり、はい、車だったり、はい、それがまとまった時のこのなんていうんですかトータルでのこのパフォーマンスの高さ、いやでもそういう本当になんかこうすごいこうコンセプトというかキープコンセプトでこう自分っていうのがある方にこう仕事をいただけるって、うん、なんか飯村さんすごいなと思うし、いやありがたいです。このグループ全体としても本当にありがたいなと、うん、しかも動画も今回 NG なしで撮っていいよなんて待たせていただけるのは本当にありがたいな、うんうん、ありがたいですね。それに尽きるんじゃないかなと、はい、というわけでこれまだまだ続きがありそうする。わかんないですよ、次の乗り換えの時か、あオタク訪問させていただける時か、わかんないですよ。密着するか、密着したい、ぜひしたい。というわけでもう、はい、やっぱり今回、あれですかね、車のイメージとちょっとあの違いましたかね、うん、通りだったんですかね、通り皆様のイメージ通りじゃない、うん、僕、ちょっと最初入ってきたのが柄悪いなと思ったんですけど、でも納得はしました。いやいや、はい、柄は悪い方ではないです。はい、まあ、でも、かなりおしゃれな感じ。はいはい、できるっていうのがもうカスタマイズだったり、そうですね、まあ、車 そのブランディングだったり、うん、まあ、最初 そのアパレルの話だったり、うん、まあ、そういったところにつながってくるのかな、はい、というわけで今後も、まあ、かっこいい車、はい、かっこいいライフスタイルですよね、うん、やっぱりね車とその
ね、生活だったりその人だったり人物ってすごく重要だと思うんで、まあ、そういったかっこいいをご紹介させていただきたいと思いますので、はい、チャンネル登録、あと最近 SNS もやってますんで、はい、飯村さんもやってるんですよね。やってます、はいはい、飯村個人アカウントもフォローのほどよろしくお願いいたします、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。